こんにちは、都和のサロンの和子です。今日はお太鼓止めの使い方についてのお話をします。今日は綺麗な着姿をキープする秘訣をお教えしたいと思います。着物を着て仕事をする人、茶道や華道で着物を着る人、一日着る人におすすめしております。お太鼓止めです。今日はお太鼓止めとは何かということから、前で使う場合と後ろで使う場合の違いについて、この動画では多層で説明します。また最後に私のおすすめの使い方についてもご紹介しますね。まずはじめにお太鼓止めを見てみましょう。これがお太鼓止めです。外から見えない位置に止めて帯のズレを防ぎます。帯の前で使う場合と後ろで使う場合では使い方が異なります。お太鼓止めをよく見ていただきますと、曲がっている面があります。向きに注意して使い分けます。お太鼓止めを使うことによって着姿が美しく保たれます。着物を着て生活することが多い私でも着崩れは必ずします。着付けの講師だから完全無敵の着付けができるというわけではなくて、常に手直しをしながら綺麗をキープしているんです。お太鼓止めを使いますと着姿が綺麗なまま保たれ、手直しの回数をぐんと減らすことができます。着付けるときに使いますと着付けがぐんとやりやすくなります。お太鼓止めを使わなくても仮紐だけで帯を結ぶことはできます。ですが、仮紐を上手に結ぶ、固定して結ぶためにはかなりの練習を必要とします。きちんと結べていないと、帯を作っている最中に帯がずれたり落ちたりということになりますが、お太鼓止めを使うことによってこのずれやよれを最小限にとどめることができます。ただし、お太鼓止めを使う際には注意も必要になってきます。例えば、帯に刺繍がたくさんしてある場合、刺繍の糸に引っ掛けてしまうかもしれません。金属でできていますので、使うと帯を傷めてしまう危険性は高くなってしまいます。アンティークの帯などは、すでに絹が弱った状態です。弱った絹に金属のお太鼓止めを使いますと、擦れたり破れたりする原因になってしまいます。お使いになる際にリスクがあるということも頭の片隅に置いておいてくださいね。帯の前側で使う使い方を見ていきましょう。前で使う場合、お太鼓止めの
まっすぐな面を外側になるように使います。できるだけ脇に近いところで、帯板と1枚目の帯を留めつけていきます。同じ要領で半幅帯でも使えます。帯の一巻き目と帯板を留めます。脇に近いところで、まっすぐな面を外側に留めますと、留めていることがわかりません。他の人に着物を着付けることを、多装と言います。帯を結ぶ工程の中で、お太鼓止めを使うと、着付けがぐっと楽になります。今日は多装でご紹介しますね。自分自身で着物を着ることを、自装と言います。自分で着る場合にも、お太鼓止めを使うと、ぐっときれいに仕上がります。使い方については、別の動画でお話ししています。お太鼓止めを、後ろで使う場合には、曲がっている方を外側に、まっすぐな方を内側の向きにして使います。お太鼓止めはこちらの向きに使った方が扱いやすいです。1本目は背中心の延長線上に、下から帯をできるだけきれいに重ねて挟み込みます。2本目は中心より右側に上から挟み込みます。1本目と2本目では位置にずれがあるのがお分かりいただけますか？お太鼓止めを止めた後に、私はここでお太鼓ピンがついたままもう一締めしています。本来であれば、ここで一締めしなくても、きれいな着付けができることが理想です。お太鼓止めを差し込むときにも、帯は若干ですが緩んでしまいます。もう一締めをしておきますと、美しい着姿を長い時間保つことができます。お太鼓止めを使うと、お太鼓止めで着姿はきれいになりますが、デメリットとして帯に負担がかかるというお話をしましたよね。お太鼓止めをしたまま帯を締めるということは、より大きな負担を帯にかけてしまいます。糸のほつれや傷、擦れなど、さまざまなリスクが考えられます。使わないという判断も、時には必要になるかもしれません。今回は、前板を後ろがゴムになっているものを使用しています。前結び用の帯板を使いますと、帯板ごとお太鼓ピンで留め込んで、さらに強力に固定することができます。お太鼓ピンと前結び用の帯板はとっても相性がいいんですね。仮紐のみでお太鼓を作り上げていくよりも、
お太鼓止めを使って帯を作っていく方がずっと簡単にきれいに出来上がります。私のおすすめの使い方についてもご紹介したいと思います。私自身は前で結ぶ前結び用の帯板を使って帯を結んでいます。結び終わってから目立たないように前に2本お太鼓ピンを忍ばせています。お太鼓を作る際にも2本お太鼓止めを使っていますので、合計で4本お太鼓止めを忍ばせて、綺麗な木姿をキープしています。いかがでしたでしょうか？これからも着付けの技をアップしていきます。チャンネル登録お願いします。